マイクラに存在するアイテムやブロックを20個の質問で答えを導き出す20の扉を開催した。次の出題者はウッチーキアさんで、20個の質問はこのように出て、みんなの回答はこのようになり、オータムさんだけが正解した。次の出題者は一体何を問題にするのか。みんな、おいでおいで。これから街づくりのレッティが始まるよ。街づくりのドラエッティ。よし、では行きますよ。ネザーチェスト、はい、じゃあドラエッティさんのターン。これでじゃあ行きます。じゃあウッチーさんどうぞ。もう決まりました。あ、そっか、待って、なんかクイズ出される感覚でいたから、俺の一番の発端です。あ、じゃあ行きます。はい。それはエンティティですか？エンティティではない。はいはいはい、はい、なんで今悩んだんだ、うん、エンティティだったっけと思って、でも違うよなーって、うん、はい、じゃあどうぞ。それは一マス分の大きさがありますか？フルブロック分の大きさがある？あ、ない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 。お、うん、こうでかい質問出たな、一気に。うん、やるね。フルブロックではない。じゃあ大田さん、次ちょっと答えよう。それはクラフトして作るものですか？いいえ。お、はい、どうですか？はいはい、なるほどね。おお、キャルドさん、クラフトして作らないか。うん、待って、分かったかもしれんぞ。お、くね、早いな。次で答えちゃう。あ、でもな、そこらちょっと待って、一応待って、イントロ。ねえ、待って、マロンが荒ぶってるよ。マロン、マロンどうしたの？もう可愛いな、あいつ。マロン本当に。あ、浮いてるよ。浮いちゃってる、もう可愛い。浮いてて可愛いわ、本当。バンドパワーじゃん。荒ぶってる。あ、去っちゃった。じゃあ、直口さん行きましょう。ヒロさん、この猫、スミロドンじゃないの？はい、じゃあ、はい、次、大田虫くん。で、直口さん、それは枯渇資源ですか？枯渇資源っていうのはどういう、使ったらなくなるとか、そういう感じ？使ったらなくなるっていうか、なんでだろう、あのもう、あの無限には資源が有限なものか、ワールド内で有限なものかってことね。え、どういうこと？あ、ちなみにですね、もう統合版もジャバ版もワールド自体はね、有限なので、もう一応はね、問い尽くしたらなくなってしな、もうないよって。あ、それはない。それはない。それはない。そういうことね。あ、よかったよかった。もう、それじゃ、うん。ない。うん。枯渇することはないよ。一回ちょっと次聞いてみていい？いいよ。つまり、キャルドさん、あ、いけるかな？あ、そうだ。今帰ってきたけど。キャルドさん。もうちょい時間かかるかな？判定でもいいけど、どうする？あ、じゃあ、キャルドさん、その時点で打ってもらって、じゃあ、ウッチーさん行きましょう。はい、あなたが思い浮かべているものは、はい、苗木ですか？違います。 OK。 うわー、こいつ1個捨てて結構俺らに当てづらくするような作戦なんだ。で、キャルドさんでしょ？いや、今キャルドさん打ってもらって、その間にヒロさんが言ってもらっていい？キャルドさん今ちょっと打つの時間かかるから、うん。でもね、直樹さんいい質問したよ。でもすごい質問。マジで？うん。無限でしょ？うん。結構マイクラの世界で無限さできない気がするんで、ね。あ、ヒロさん、はい。クラフトできないんでしょ？うん、できない。それはじゃないか。ないない。食べ物ですかって言っちゃったけど絶対違うよね。え、でも食べ物は食べ物。それ質問？それ質問？ないのもあるけど。そっか、クラフト。それ質問でいいの？
クラフト、いやそれにする？一応あるぞ。あるっちゃあるんだよな。でもどうする？やめとく。かけるか。あったら、あったら絞れる。かける、かける、うん、ああ、うん、食べれますか？いいえ。食べ物かどうか、いいえ。オッケーオッケー。食べれません。まちづくりのドラエッティ。じゃあ、オータムさん、キャルドさんが今撃ってるかな。あ、来た、あ、来た。 1.8。 あ、ちょっと待ってね、ちょっと調べるね、これは。どうだったっけな。あー、わかった。もう本当に何かわかった。え、これ、そのバージョンは統合版だよね。あ、統合版のバージョン。あ、分かった分かった分かった。ね、それ以前に、それ以前にあります。え、どういうこと？え、ドライフラナイン、ジャパのバージョン調べるとしてたの？ジャパかと思ったから、どうやったかなと思って。統合版だったら、それ以前にある。 1.8 以前にもありました。今ので、うち行きゃ分かんなくなったの。だから 1.8 とか、だいたいね、あの Java を思い浮かべてしまうんで。ごめん。 1.8 って多分あのパンダとかでしょ。パンダ猫のやつよ。それ以前にもあった、そのアイテムは。うん、うんってやってる。なんだ、わかんない。それはクラフトでき、なんだ。じゃあ、大田さん行きましょう。しかし、枯渇資源のため自力生産かも。枯渇資源だから近い。枯渇資源？枯渇資源じゃないよ。え、無限に生成できる。生成産できるもの。そうそう。ちょっと今からちょっとだけ一人ごとモードだから。うん。枯渇しないよ。枯渇資源ではない。枯渇しないよ。地下にあるものは全部消えるから。あんまり言いすぎるとすごいヒントになっちゃうから、俺もうこれ、枯渇資源はすごいいいヒント、いい質問やと思う。エリトラではない。それは質問になるよ。あ、違いますよ。あ、質問ないですよ。あ、そういうことですよ。そういうことか。エリトラは自分がめっちゃ取りに行ってるから無限に取れることないで。いや、でも結局最終的にワールドは有限だから。うん、結構枯渇はするね。これ聞いたっけな。まあいいや。いいよ。それは現世にあるものですか？この世。あ、オーバーワールドね。オーバーワールドにあります。え、ここにある。 あるよ。まあオーバーワールドにしかないね。おお、うん。あ、待って。デザイアエンドにないもん。でもなあ、来た。統合版のスイッチが配信された時にはすでにありましたか？あ、統合版のね。ちょっとそれもったいない気がするな。それはあった。あるよね。まあだろうね。あった。うん。大概ないでも追加されてるから。うん。え、なんだ。いやー。ここにしか存在しないんでしょ。そうやね。多分そうやね。多分ここの世界だけだと思う。なんで多分な見ないんだろうな。いや、これね。多分って言った方がいいわ、俺。オッケーオッケー。ね。多分わかる。なんで俺多分で言ったんだろうって言ったのは、多分理由が後でわかると思う。答え聞いたときに。多分オーバーワールド。いや、オーバーワールドは確実になるんよ。ネザーとエンドは多分なんよ。まちづくりのドラえ。直吉さんですが、どうでしょうか。意外と盛り上がったんだけど、これ。これもこれだけにする、今日。うん、いいよ。これ、全員分やろうよ。光を通すものか。ちょっと冷静。そうしてなくない、まだ。え、それ？あ、どうしよう。なんて言おうかな。いや、そういうことなんは分かってるんだけど。いや、それでいい、直吉さん。それでいい。はい。ん？そもそもブロックではない。お、大ヒント。これはちょっと言おう。さあ、内さん。一応聞いとくか。まあ、はい、これはまあちょっと一応みんなのためにって感じもあるけど。はい。それはアイテムですか？
はい。アイテム。まあだろうね。アイテム。アイテム。モブではない。食べ物でもないアイテム。まずこれとこれは除外になるでしょう。で、無限。アイテムじゃない時点でさっきのフルブロックではないっていう、もうそのやつがもう違うよね、そもそも。で、エンティティではないって言ってた。うん。その、エンティティだから、ブロックでもエンティティでもないアイテムってことなんだよ。あ、なんか、ちょっと迷ってたところがちょっと怪しいんだよ。ブロックでもエンティティでもないアイテム。待って。お、どうした？あ、ヒロさん。で、これはあれ。あれ、オートム行ったよね。だから、先にヒロさんね。ヒロたち。うん。これってあれになるのかな、これは無限資源に入るのかな、わかんない。まあいいや。あ、だしね、不死の塔っても、ああ、でも襲撃トラップのせいで、そう。無限になるのか。いや、でもあれが使えなくなったらもう、それは有限。含まないでしょ、ドラさんは。ドラさんのことだから、多分それは含まないから。まあ。制限する含んでるよ、無限。できるそれはサバイバルでもちゃんと手に入りますか。はい、うん、さあオータムさんはちょっと今シュッてやってる。あ、大丈夫だよ。ちょっと条件に当てはまりそうなもん、ね。はい、あ、待って、ヒロさんってなんて言った。それはなんだっけ、なんだっけ、サバイバルで手に入るか。あ、そう、に入る、はいはい、入る。でももうこれしかないよな、もうパッと思いつく。じゃあどうぞオータムさん。やっぱ、これじゃない？一応聞いといた方がいいよ。うん、それは、襲撃イベントで手に入りますか？はい。あ、だよね。だよね、だよね、だよね。だよね。となると、多分ね、おたまさんない、ね、今のでね、まあ、多分、あっち系ではないっていうのを。分かってる。襲撃イベントトラップで手に入りますかって言ったら、入らないって言ったらどっち？入りますか？入る。はい、入ります。あ、もう入りますか。はい、もう分かったよ。いや、あー、待って、みんな外集合、来て。なになに、どうした。町づくりのドラエッティ3人でしょ。あの、直吉さんのお宅に、ちょっと、お客さん来て。だからさっきからデリバリーピザ。デリバリーピザ。ごめん、長時間だったからね。誰か頼んだんかな。お、火薬売ってるよ。お、お、買っとこ。俺買っとくわ。誰か取ってね。はい、はい、取った。拾った。よし。ありがとう。あ、入ってたよ。ピザ屋さん入ってた。お邪魔してる。ピザ屋さん入っちゃダメ。ピザ屋さん。入れんだよ。さあ続き。次、カルトさんですね。はい。襲撃イベント。俺の質問結構済んだぜ。うん。もう分かんない。サドルですか。いいえ。あ、待って、お互いなんか唾吐き合ってんだけど、こいつ。もう答え出ちゃうんじゃない。じゃあこれはもう投げられますかね。はい、投げられますか。投げるって普通にこうやってプッて、こういうこと。あ、いや、ポイ捨てじゃなくて、あ、弓とかか、そういうこと。いや、あ、そっか、そういうことね。こういうことです。例えば、そういうトライデントとか、雪玉とかっていうことですよね。アクションが起こせるかってことだね。起こせる。これ、こういう意味じゃないの、投げるって。飛ばせっていうこと。飛ばせないです。飛び道具ではないです。だから雪玉とかではない。もう分かった。うち来た。雪玉でも卵でも。はい、もう、次は。あ、自分の番なの。ラストか。ここで、もう分かるでしょ、これ。もう分かったかもしれない。もう分かんない。いや、でもない。ちょっと待って、一回パスでいいっすか。はい、もう答えちゃうよ、ヒロさん。え、それは手に持ってるものですか、俺が。はい、不死の塔ってものか。はい、正解です。はい、はい、ですよね。そうです。塔ぐらいが残りは、はい、で、ネザーでもエンドでも分からないとか、なんか言ったんですか。あそこは襲撃トランプで、あ、できるんですよ。トランプ。村人が滑ったらという。そうそうそう。だから、できるっちゃできるんよ。でできるらしいから。そう、できるんよ。だから、あのね、本当は怖かったよ。普通僕が今持ってるも
だから普通に考えたら普通の村で襲撃トラップを起こすか、森の洋館が普通じゃん。森の要塞で、はい、うん、だからネザーとエンドは、あいつらがネザーエンドを湧くか分かんないからね。湧くのは分かんよ、あの襲撃イベントで村人そっち連れてったら。だからそこはちょっと曖昧にしたわけよ。そういうことです。